大谷翔平、新次郎構文を使いこなして新たな名言を生む。1勝2敗で迎えたドジャースはなんとかパドレスに勝利して2勝2敗で逆王手をかけて本拠地での最終戦を迎える。2連勝の2と崖っぷちに立たされた際の大谷は前向きなコメントを残していた。もうあとはシンプルに2勝するっていうことだけ考えて2連勝すれば勝ちという、そういうゲームだと思ってやればいいんじゃないかなと思います。ここまでの結果は別に考える必要もないですし、単純に2連勝するゲームだと思えばいいんじゃないかなと思います。2連勝してればいいゲームだと思ってるので、5がないとかっていう感覚自体が今の僕にはないかなと思うので、2連勝すれば OK という、そういうゲームだと思います。スポーツの才能あってよかったな。簡単に真理に到達する男、神か？2連勝しないと負けということです。だから僕たちは2連勝しないといけない。新次郎公文、海を渡る。もう焦りすぎてて頭が働いていないってのは分かった。2連勝する方にかければいい。だいぶ追い詰められてるな。ポストシーズン初見なのに3勝すれば次に進めることに気づいたのは偉い。この大谷公文深すぎる。一平が2連勝すれば勝てるって言ってたし、2回勝てばいいってこと？ワイらが見たいのは新次郎化した大谷じゃなく WSMVP の大谷なんやで。全打席ホームランっては出ますから、そういうゲームだと思います。ギャンブルのやんけ。パチンコ打ってる時のワイの思考と同じやな。おぼろげに浮かんできたんです。2勝という数字が。2連勝してればいいゲームだと思ってるので、中略、2連勝すれば OK という、そういうゲームだと思います。最後の一文マジで新次郎やん。山本由伸中3日で使え、エースを出し惜しみするな。大谷が投げないからこうなる。一定に洗脳されてるやろこれ。解説の長嶋さん、今日はどっちのチームが勝つと思いますか？うん、点を多く取った方が勝つでしょうね。管理人のつぶやき、大谷さんの発言は自分に言い聞かせて自己暗示をかけているような印象を受けますね。パドレスとの最終決戦で試合を決める豪快な一発をお願いしたいところですが、ダルビッシュさんも相手なので複雑な心境で見守っております。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。